何よりも早くワクチンを接種して、このコロナ禍を鎮めることが最優先だと私は思います。一人一人にもしワクチンを打つとすると、1400億円の費用がかかってしまいます。観光業の方にお金を使って日本全体の利益を上げた方が、この日本のためになると思います。スピード重視でこれは開発されたため、いろいろな臨床試験を短縮して開発されたんですね。で、安全性の確認も不十分であると。副作用はもちろん確認されていることはあると思うんですけども、まあ、多くのものが一過性のものであって、重症に発展するものはものすごく少ないという傾向がありますし、こちらが会場になるんですが、準備が進んでますね。おととい、アクロス福岡で行われた討論イベント。参加者は全員、福岡県内の高校生です。そして、なんと主催者も高校生でした。高校3年生でこの討論会自体を主催したってことですか？そうですね。やっぱこう初めての経験なんですけど。大濠高校3年の松本龍之介さんです。全然うまくいかないことが多くて、最初はこうホームページとか SNS 等で、まあ、参加者集まってくれればいいのかなと思ったんですけど、なかなか集まらなくて、もう高校に一個一個電話しようと思って、一軒一軒って結構な数ありますよね。そうですね、100校以上の電話してて、なんかもうか電話会社の方からなんか急激に電話料金上がってますみたいな通知も来ちゃってて。もう一つの懸念は緊急事態宣言下であること。対策をした上で無観客での開催となりました。現在問題の新型コロナウイルスとは何なのか、そしてコロナ対策は本当に正解なのか、もう一度コロナ問題を考え直すきっかけを作りたい、そういう思いからワッツコロナ、僕らのファースト討論会を作り上げていきました。討論のお題はすべて新型コロナに関するもの。肯定派と否定派の立場から議論しますが、勝敗をつけることはありません。それぞれの意見に優劣をつけたくないという思いからだそうです。インフルエンザも共存できていると思うんですが、今の状況から考えると、まあ、コロナは収束することはないと考えて、今焦ってなんかガチャガチャすることはないかなと思います。インフルエンザについては、もうすでにいろいろなことが分かっているため、だからそんなに恐れる必要がない、ワクチン1回だけで済んだりしているわけです。このコロナウイルスの恐ろしいところは、死亡者だけではなくて、その治った後の後遺症なども恐れるべきだと我々は考えています。しっかりと認識してするっていう点では僕らも同じで、でもしっかりと認識した上でも過度に恐れすぎないということが重要だと僕は思うんですね。このイベントを開こうと思ったきっかけ、それは高校の先生とのあるやり取りでした。去年の10月の終わり頃に、僕がこうマスクをしてないって時があって、で、先生の方からこうなんでマスクしてないんだって注意されまして、まあ、距離も取れてたし、特に喋ってもなかったんで大丈夫なのかなと思ってこう、まあ、マスクしてなかったんですけど。マスクを外した理由を説明したという松本さん、そこで出てきたのが討論会の提案でした。まあ、そこまで意気を持ってるんだったら、なんか討論会でもしてみたらどうだっていうふうにアドバイスもらって、その松尾先生も会場に足を運んでいらっしゃいました。ちょっと厳しく注意したのがきっかけで、いろんな考えを述べてきたものですから、自分の中でそれだけ思っていても発信しなければそれは何にも前に進まないじゃないかと。その学業以外での学びの場所の悪い思い出になってしまう可能性も。おととい行われた高校生によるコロナ討論会、特に参加者たちの熱がこもっていたのはこのテーマでした。やはりその勉強だけでは得られない、その学生なり その学ぶべきことを学べる機会ということで、そのもしそこで感染拡大が起きてしまった時には、思い出がその悪い思い出になってしまう可能性も十分に考えられるので、身近なテーマだけに議論にも熱が入ります。もう軽症者でも
すごい後遺症っていうのは残ってしまいます。将来に対するこうビジョンだったりのもちょっと壊れてしまうので、危険がある以上は現在は開催すべきではないと考えます。なるほど。お互いそれぞれにデータを持ち寄って説得力のある討論をされていました。聞いている方々もみんな集中して真剣な眼差しで聞き入ってました。自分たちとは反対側の意見を聞くので、自分たちが思ってなかったこととかもいろいろ知れたので。そうですね、友達同士だとやっぱりこういうなんかちょっとシリアスな問題についてはあんまり話さないので、こういう場だったからこそちゃんと考えることができたかなと思います。真剣に意見をぶつけ合った8組の高校生たち、自分たちの考えを見つめる機会になったようです。お疲れ様でした。どうでしたか。そうですね、まあ、なんとか終われて、まあ、成功したのかなみたいな感じですね。ほっとした表情の松本さん、気になるのは開催のきっかけになった松尾先生の反応です。まあ、一番こう目に入るところに座ってらっしゃったんで怖かったですけどね。まあでもなんか、まあ、討論終わった後になんかちゃんとできてるじゃないかみたいな言ってくれたので、まあ、ちょっと安心しました。